キュッキュと元気な音を鳴らしながら男の子が歩いています。きっと両手をブンブン振ってパッと晴れたような顔でいるかと思いきや、案外それが暗い顔でいるのです。何か怖いやつにいじめられでもしたのか、沈んでしまって泣きそうです。男の子は学校からの帰り道を歩いていました。途中大きな梨園を通りました。秋の風と爽やかな梨の香りが少年の顔を少しだけ上向きに変えました。おや？少年、今日は少年っぽくないね。どうしたよ？声をかけてきたのは梨園のお姉さんでした。少年はもっと顔を上げてちょっと首が痛くなりました。いつもの僕じゃないからだよ、と少年は今にも泣きそうな顔で言いました。お姉さんはなぜかニコッと笑ってかぶっていた帽子のつばをくるっと後ろへ回しました。そして袖をまくってもう一個もまくってストンとあぐらをかいて地面に座りました。おかしいね。いつもの少年に見えるけど、いつもの少年には見えないよ。いつもの君じゃないのかい？少年はお姉さんの言っている意味がよくわかりません。そんなのお構いなしにお姉さんはしゃべりまくります。あ、そうか、わかった。見た目とは関係ないところなんだな。少年がいつもと違うのは心の中だ。間違いない。そうだろ？違うのかな？どうなんだい？少年は口をぽっかり開けて、それからくっと結んで、呆れたように言いました。違うよ。変わったのは、僕の見た目だよ。おかしいなあ。歯が抜けた？抜けてないね。髪を切った。切ってないね。わかった。メガネをなくしたんだ。僕、かけてないよ。おかしいね。お姉さんは、少年の顔をじろじろ見ています。ちょっと、その視線と吐息がこしょばくて、少年はにんまりしました。それを見て、もっともっとというように、お姉さんはじろじろ見ています。ダメだ、高三。わからんな。何が変わったのだ、少年よ。わかんないの？ここだよ、ここ。と、少年は自分の顔の眉毛の上を指でトントンと叩きました。お姉さんが注目して見てみると、そこに蒸し上がったまんじゅうのような出来物がありました。こんなの、かっこ悪くて嫌なんだ。そう言いながら少年は、届かない前髪で、なんとか隠そうとしています。ニキビか。そりゃ大事件だね。やっぱり？顔が変わっちゃったんだからね。大変だよね。少年の顔はどんどんしょぼくれて、目がうっすらと潤んできたので、お姉さんは大変に慌てました。この人は、ものを思うよりも先に言葉が出るという悪い癖がありまして、いつだって相手の気持ちを考えるのは後手に回るのです。
こうしている間にも少年の目はうるうるして止まりません。いつあふれたっておかしくないでしょう。かっこいいんじゃないかな、とお姉さんは少年の肩をわしづかみにして言いました。少年はきょときょとと見ています。かっこいいと思うよ、チャームポイントだよ、とお姉さんはさらに少年の額にできた出来物を褒めました。すると少年もまんざら悪い気がしなくなってきました。少年は本当？などと言ってちょっとほっぺたをポリポリかいて照れています。うんうん、とお姉さんも調子に乗らせていきました。少年はチャームポイントの意味はよくわかっていませんでした。ですがお姉さんの顔がニコッとして、言われた時の気分が随分とご機嫌だったので、嬉しくなる言葉だと思ったのです。少年は今まで落ち込んでいたのが嘘のようにケロッとして、大満足で帰っていきました。お姉さんは一ついいことをしたと思いました。それからまた数日が経ちました。あのキュッキュと小気味よい靴の音が梨園に響いています。お姉さんは少年がやってきたことにすぐに気がつきました。少年がニキビを気にしていた日から数日の間、少年は毎日元気に楽しそうにこの梨園の中を通り抜けていきました。きっと今日もまた元気な顔で歩いていくのだろうと、お姉さんが少年の方を見ると、なんということでしょう、もうすでに泣いています。お姉さんは脚立の上からポンと地面に飛び降りて少年のそばへ走っていきました。どうした、なんで泣いているのだ、訳を言いなさい。少年は何も言わずに泣いています。お姉さんは少年の涙の絶好調が過ぎるまでシャリシャリと梨を剥いてやりながら待ちました。泣いていても口元に梨を運ぶとパクリと食べるので、それはそれで結構面白かったのです。しばらく泣いて満足したのか、少年は自分の前髪をつかんで持ち上げて言いました。なくなっちゃった。見ると少年の額にあった大きなニキビはきれいになくなっていました。おお、よかったじゃないか少年。お姉さんは拍手をしながら言いました。すると少年はもっと泣き出してしまったので、お姉さんは新しい梨を剥き始めました。それから今度こそ落ち着いた少年はぽつりと話し始めました。それはお姉さんにニキビがチャームポイントだと褒められた日の夜のことでした。あの晩、少年はお家に帰ってからも鏡を見るたびに自分の出来物が誇らしかったのです。少年のお父さんはとっても不思議な気持ちでそれを見ていました。なぜといって少年が出来物に気がついた時にはそれをこの世の終わりのように嘆いて
落ち込んでいたからです。登校拒否を考えるほどだった我が子のその変わりようにお父さんは目が点になってしまいました。一緒にお風呂に入った時も、大嫌いなシャンプーをしている時も、ちっちゃな丸い鏡を見ながらニコニコしているのです。どうして一日で180度も考えが変わったのか、お父さんは少年に聞こうか聞くまいか考えていました。とはいえ、良い心持ちになったのであれば、それが何よりでした。お父さん、チャームポイントって何？ぼーっとしていたお父さんよりも先に、少年の方が質問をしました。お父さんは、肩にお湯をかけながら黙って、しばらく考えました。とっても真面目なこのお父さんは、子供が尋ねることにも、一生懸命答えてくれる、素敵な人なのです。じっと考えていたお父さんが、ゆっくりと少年に話し出しました。チャームポイントは、その人の体の中で、一番素敵な場所のこと。誰かがその人を思い出すとき、それが特徴的だから、思い出せたりする。なくちゃならないものだよ。じゃあ、なくなったら忘れられちゃうの？違うよ。なくならないから、チャームポイントなんだ。と、お父さんは少年に話しました。それを聞いた少年は、毎日、チャームポイントのニキビと一緒に学校へ行って、お勉強をして、たくさん遊びました。素敵でワクワクする数日間でした。ところが、昨日の夜、少年の大切なチャームポイントのニキビが、きれいに消えてしまったのです。お姉さんは、ニキビが少年のチャームポイントだと言いました。お父さんは、チャームポイントはなくならない。それがないと、思い出してもらえないと言いました。だから、ニキビのなくなってしまったこの少年は、みんなに忘れられてしまう。それで少年は泣いていたのです。少年はだいたいこんなようなことをお姉さんに言いました。お姉さんはこの話を聞いて、なんだか悪いことをしている気持ちになりました。自分の軽い気持ちで言った一言で、少年がここまで気にしてしまうとは、全く考えていませんでした。そこで、うまいこと、少年を元気にしてやれないものかと考えました。そして、思いついたことを口にしました。大丈夫。ニキビはまたすぐにできるよ。と言いながら、お姉さんは少年のちっちゃな背中をパチンと叩きました。ずっと泣いていた少年は、ぼんやりとお姉さんのことを見上げて聞きました。本当？お姉さんは即座に、本当だよ、と言いかけましたが、またできなかった時に少年が傷つくことを恐れて、今度はじっくり考えてから、わかんないや、と言いました。少年はこれまでで一番泣き出してしまいました。お姉さんは立ち上がって、梨を一つもぎ取って、
空を見上げ、あの雲、お化けみたいだな、と言いました。チャームポイント。作朗読は森高良でした。